伏瀬天神山城は稲葉国高草郡にあった日本の城である。戦国期の稲葉国守護所とされ、伏瀬は伏瀬とも表記される。鳥取県指定史跡。稲葉民団記によると、1466年稲葉国第五代守護山名勝豊によって、二条山城より守護所が移転されたと伝わるが、 勝豊トは1459年に没しており、この年代には疑義が持たれている。確実な資料による所見は1513年である。一説に、大人気に見える伏せ左衛門の差は、山名豊氏を指すのはないか考えられており、豊氏市の築城との指摘もある。第13代守護、山名重道はこの城にあって、同族である隣国田島守護の山名雄豊と対立、廃止した。 正サトの死後、守護職はとよさだ、宗ユと田島三名家から送り込まれた人物が継承した。宗豊が若くして死去した後に家督を継いだ守護、山名豊数の時、重臣、武田隆信が鳥取城を本拠として離反する。1563年末に山名豊数は武田隆信の猛攻を受けて、不正天神山次郎を退去し、六夜城に退いた。 1573年天腰の援助を受けた、豊数の弟、山名報告が、武田隆信を鳥取城から追い、守護省を鳥取城に移転させ、天神山城は廃城になったとされる。この時、天神山城にそびえていた山荘の天守屋倉も、鳥取城に移築されたという。ただし、山名豊数が、武田隆信の攻撃によって、 六夜城に退いたいた1563年以後は確実な資料に稲葉の成長として天神山城の名前が出てくることはない。また、1573年頃に出された毛利氏発の文書で鳥取城が天子方に奪われたために伏せ天神山城を毛利氏最前線の防衛拠点として整備したいので、六夜城からほやむしろを天神山城に送るようにと指示したものがある。 いずれにしても、天正年代初頭には、伏せ天神山城は、毛利法、天子方のいずれからも放棄されていた可能性が強い。確実な廃城時期については、今後の検証が必要である。その後、1617年に、備前岡山の池田三政が鳥取に天保された際、手狭な鳥取城に代わる新城候補地として、城地の要害と城下町を作る。 利便性から伏せ天神山城が新城として検討されたことがあった。しかし、半世紀近く前に廃城となっているため整備に時間がかかることから、伏せ天神山城が再び稲葉の主婦になることはなかった。以下に伏せ天神山城に関する略年譜を記す。太字は一時資料によるものである。天神山条にある矢倉台に相当すると考えられる。 岩海重心の砦出が置かれた宇山、稲葉民団記に描かれた古地図によると、古山地藩に並ぶ天神山と宇山の二つの昇級に、城が築かれている。天神山周辺には、小山池の湖水を引き込んだ内堀が巡り、宇山周辺にも水堀が設けられていた。なお宇山が、不正天神山城の上域に含まれるか否かについては、諸説がある。 天神山城跡鳥取県公式 HP ハット、日本歴史地名体系32鳥取県の地名、平凡社小山池研究所、西木織研究室。 天神山城の構造、http コロンスラッシュスラッシュ www.st.totori.lg.jp t スラッシュ k-o-y-a-m-a-i-k-e スラッシュ k i k e 1スラッシュ k i k e 2スラッシュ k-i-da-she 2スラッシ k i o r i d a h 2 html 不正の船入りといのば国主語書天神山城の構造、トットリ 文化財の美見公式 HP。ありがとうございます。